こんにちは、うりさんです。日テレ系毎週土曜日夜10時から放送のドラマ真空港選挙第2話考察動画です。過去の考察が気になるという方はチャンネル登録していただいて再生リストをご活用ください。さて今回は駿河崎と鳥重原瀬南についてジェシーと本庄刑事考察のまとめという順番でお話ししていきますので最後までお付き合いください。駿河崎と鳥重原瀬南について、海生堂病院が占拠されたのが2023年1月21日。こちらの動画で播磨院長がその日になってやっと P2 計画について備前に直談判しようとしていたので、まだその計画は続いているのではとお話ししました。鳥の正体は重原瀬南、28歳で演じられている方は山谷かすみさん。これは当たっていました。そんな重原が獣となるきっかけとなった友人新見桃子さんへの誹謗中傷が始まったのが2023年1月22日となっており、海生堂病院選挙の翌日からという設定でした。桃子さんは2023年2月10日会社解雇、15日横領で訴えられる、亡くなったのが2月23日でした。つまり駿河は海生堂病院の事件直後から重原と接触しアジトを作っていたことになります。駿河が警察へ入った時は誰かの戸籍を買ったものでした。なので警察内に潜入し神奈川県警のやり方を習得するためだったのかなと思いました。大病院選挙をモデルケースとし、本来の目的である P2 計画の全貌を暴くために今新空港を占拠しているのではないでしょうか。白川の公になっていない罪に耐震偽装問題や県発注の談合疑惑があります。龍が手首につけているのはさくらんぼのヘアゴムのようなので、白川組が原因で龍の娘も亡くなっており、その罪も白川は隠蔽し警察も加担していると考えられます。そして自分を龍と言っているので、夫が龍のつく名前だったのかもしれません。駿河も同じさくらんぼをつけていますが、怒りに震えていたのは龍の方でした。そしてこの国の嘘を暴くことが龍の目的でした。なので海生堂病院事件と関係しているとすると、やはり P2 計画絡みなのではないでしょうか。全国民の安全のための計画でしたが、北見議員が逃亡しているくらいなので本当はもっとヤバい計画だと思われます。ジェシーと本庄刑事、優子が浜田代議士夫人のオペを開始したのが1月13日土曜日午前11時頃、駿河が不正アクセスしたのが午後14時23分、エミリちゃんが優子に LINE したのが14時36分、捜査本部と鶴田と加納が爆破された場所は車で10分、本部の外にいたのは本庄だけでした。本庄と行動を共にしていた捜査員は負傷、その後本庄はフリーとなっていたはずです。本庄は管轄内の道路や建物すべてを把握しているので、爆発現場、優子の勤務先病院、本部という動きを迅速に行えるのではないでしょうか。一方、新見桃花の自殺を発見したのは弟の新見大河で、ジェシーらしき人物が映っていましたよね。なのでジェシーは桃花の弟の可能性が高く、獣の一員で武蔵優子を拉致する役目だったのではないでしょうか。しかしジェシーがおじけづいたか気が変わったので、獣の仲間である本庄がジェシーを威嚇した。3話では米沢の罪が暴かれるようなので、ネズミとは考えにくく、ネズミはジェシー、2話を見終わると犬は本庄だと考えています。猿についてですが、鳥が妊娠しているようなので31歳の佐野岳さんか岩井健志郎さんかなと思いました。鳥の人間関係から次にお面が剥がれるのは猿なのではないでしょうか。羊が大丈夫と言っていたのは鳥の体を気遣っていたからだと思います。
鍵が埋め込まれている武蔵の体の部分とは左上だと思いました。考察のまとめ、竜の娘が白川組の悪事により亡くなっている。そのことを警察が隠蔽している。駿河は警察に潜入し捜査のやり方を探っていた。海生堂病院占拠直後に重原と接触していた。獣たちの目的はこの国の嘘を暴くこと。それに P2 計画が関係していると思われる。ジェシーを撃つことができるのは現段階では本庄のみ。ジェシーがネズミで本庄が犬。最後になりますが、ウサギが配信の最後でバーイと言っていましたよね。ブリさんチャンネルの最後でもバーイと言っているので、なんだか煽られている気分になりました。なので今後しっかりと考察していこうと思います。その他また気がついたことがあれば別の動画をアップしようと思いますので、チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。さて皆さんはどんな考察をしていますか？コメントで教えてください。チャンネル登録しないでご覧になっている方はこの動画が見つけやすくなりますので、登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。